どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・インクルーム。壁や床、キャンパスなどに触れて汚すことのできる特殊なワールドです。ワールドはちょっと薄暗いお部屋となっています。これだけだと一見普通のお部屋なのですが。このワールドは床や壁に判定があり、そこに触れると自身の跡がつくようになっています。だいたいちょっと歩くだけで床が汚れていきます。汚れの色は自身の跡がそのままつきますので、黒い靴などはさながらインクのようになります。めちゃくちゃつくので、ドロンコを踏んだ跡みたいにもなりますね。もちろん、海外にも壁に跡をつけることができます。壁にぶつかれば、そのまま跡が残るのでなかなかに愉快なことになります。壁も床と同じように触れば汚れますので、ベタベタと触って跡をつけることもできます。手の跡も残ったりするので、残像が残っている感じになってちょっと面白いです。壁にぶつかりながら動けばこの通り、べったりと残るようになります。ウルトラになっている人がいるならば、寝転がってベタベタと床につけることも可能です。黒い服だと汚れ感が増しますし、カラフルな色でも面白いことになりそうですね。キャンパスもあったりしますので、指を使って絵を描くなんてことも可能です。消しゴムとかはないので、大抵はこうなると思いますけども。壁端にある赤いボタンをユーズすれば、汚れをリセットすることが可能です。汚れを消したら再び好きに汚し放題となります。どんどん汚していきましょう。こんな感じでひたすらに、部屋をインクまみれにすることのできるワールドです。クエスト対応もされていますので、みんなでわちゃわちゃやってみても楽しいかもですね。てな感じで部屋をインクまみれにできるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。